コ銀は、韓国の詩人、作家。本名はコ銀ギン2015年時点で詩作が27カ国語に翻訳されており、韓国の報道機関では2002年頃から2017年に、長きにわたるセクハラが告発されて、韓国社会で失脚するまで、ノーベル文学賞候補者だとして毎年名を挙げられていた。1933年、 全羅北道軍山に生まれる、軍山中学校中退。1952年、京尚南道の古札平寺に入山し、一朝という法名を授かる。僧侶生活を送る中、1958年に死、肺結核を発表した。1960年に、初の詩集、悲願完成を出版した。直後に減続し、 本格的に作家活動を開始する。1980年には当時は在野の民主化運動家だった金大中らと共に国家保安法違反で逮捕され懲役10年の判決を受けた。1982年、刑の執行停止で出国した。1988年、創作と批評紙の満海文学賞を受賞。南北朝鮮の作家や、 芸術家の交流に力を入れており、南北作家会談の代表団長も務めている。韓国芸術総合学校で、教弁もとる。2000年6月の南北首脳会談の際には、近代中大統領に同行し、南北両首脳の前で統一への思いを読んだ詩を、朗読した。また2014年には、軽軌道水原市に建立された、慰安婦像の除幕式に出席し、 詩を捧げた韓国では、韓国文学を代表する人物として尊敬され、ノーベル賞を発表時にほぼ15年間にわたって、受賞の期待で話題に上っていた。特に2017年には、僕国政権の退陣を主張し、ムンジェイン新大統領を生んだ、ろうそく集会に、積極参加し、それに関わる詩も発表していたことで期待が高まった。しかし、2017年に、 女性詩人のチェヨンミが帰還し、公開文化統合に発表した、死、怪物で、直接公銀とは名指しせずに、演先生が、かなり前から常習的なセクシャルハラスメントを行っていたことを表現した。2018年2月に、チェヨンミは、彼は、常習犯だ。何度も、あまりにも多くの性的嫌がらせを目撃したし、被害を受けた。 被害者が数えきれないほど多い。と、ニュース番組に出演して、演先生の行情を暴露した。これを受けて、男性詩人の流軍は、自分のフェイスブックで、60から70年代から、公然だった詩人の手癖の悪さを、まるで初めて聞いたように振る舞う文人たちとマスコミの、反応が驚くべきと打ち明け、文壇では、有名だった。 公銀のセクハラを以前から知っておきながら、韓国文学のトップに祭り上げていたマスコミや文学、関係者なども共犯であると批判した。こういった事態を受け、ソウル市は、ソウル図書館内に設置された、公銀の書斎を再現する空間、万人の部屋を2018年3月までに撤去した。公銀は、チヨンミと言論機関を相手に、 損害賠償を請求する訴訟を2018年7月に提訴したが、二審で敗訴後王法院に上告せず2019年12月に敗訴が確定した。公銀の最初の詩集で代表作の一つとされる。出版社から1960年に刊行された44編を収める。1970年代以降の公銀の作品とは違い虚無主義的で、 単美的な世界を表出している。その創作の背景には、朝鮮戦争によって多くの人の死に遭遇した、抗議の受けた衝撃と精神的な傷があると理解されている。5600人余りの人物を題材とした全4000一編から、なる詩集で、1986年から2010年にかけて書かれた。創筆者から刊行され、全三十巻である。 取り上げられた人物は、郊銀の家族親戚から、金畿のような歴史的人物などまで多様で、作品中で実名で描写されている。郊銀の代表作とされ、中でも、農家の下男や、嫁、地主など様々な民衆の愛観を表出した点が、特に評価されている。世界各国で英語ほか30以上の言語で、翻訳出版された。 1986年から1989年までに、刊行された第9巻までによって、第3回一万海文学賞と、第12回韓国文学作家賞及び、中央文化大賞芸術賞を受賞した。1987年から1994年に、かけて出版された全7巻の長編所辞詞である。白頭山一帯とマン交流域を舞台に、 対日儀兵戦争及び日本の植民地支配からの解放を目指す独立、闘争における民衆の働きを激烈な語調で描き出す。民衆解放と民族統一への意志を強烈に表出した作品と評価されている。ありがとうございます。